はい、ユーデックスです。さあ、このチャンネルはですね、ユーデックスブランズスタイルということで、今回はね、ユーデックスレディオということで、私、ナビゲーターユーデックスがお送りしていきます。はい、まあ、このチャンネルはですね、まあ、多肉植物とかですね、そういった植物を通したね、チャンネルになっています。いろいろなね、お店の密着をしたりとか、またね、植物の栽培であったり、また最近ではね、アロエ専門店、アロエリットというね、お店を立ち上げましたので、またね、そちらの紹介をさせていただいたりしているチャンネルでございます。さあ、今回はね、このユーデックスレディオということなので、まあ、ラジオ風にね、声だけを、ね、聞いていただくのもね、せっかくこの YouTube をやっているので、まあね、この動画を通して皆さんに見ていただきながら、まあ、ちょっとね、作業をしながら、まあ、料理を作りながらとか、宿題をね、勉強している学生さんは、宿題をしながらとかね、ちょっと気軽に聞いていただけたら嬉しいです。はい。まあ、早速ですが、今ね、ちょっと動画上で、僕がですね、今庭に突然走り出しましたが、我が家庭にね、隣が畑なんですけど、まあ、蜂の巣がね、結構ね、いっぱいあるみたいで、もうスズメバチとかね、そういったね、蜂がね、かなりね、行き交っているので、もうね、もう日頃からこういったね、植物の観察をしているとね、蜂がブン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 飛んでいるとね、まあ、僕はね、本当に虫が大嫌いなので、もうビビり散らかしてるっていう感じで、今ちょっとね、蜂が来て逃げてっていうついでにちょっとね、なぜか急に、盆栽にね、お水をあげ出しました。はい。まあ、最近はね、もうここ台風6号ですね、ちょっと沖縄に旅行行ってる方とかも大変な思いしてる方も多いと思うんですけど、まあ、僕はね、東海地方に住んでるんですけど、まあ、今回もね、ちょっとね、台風がすごくゆっくりとした動きで、どんな動きになるのか、まだまだちょっとね、気が抜けない状態なんですけど、結構ね、まあ、毎年、台風の時には必ずね、すべての植物を室内に入れてみたいなことをしてますが、まあ、今回もね、結構台風の、ね、大きさといいますかね、そういった影響力が大きそうなので、ちょっとね、自分のね、アロエとかそういったものは室内に入れて、ちょっとね、台風に備えようかなと思っております。まあ、とはいえね、本当にね、もう毎年毎年、この暑い真夏、ずっとね、もう、我が家の地方でも36度以上、もうね、暑い時とか本当ね、最近庭でね、気温を測ったら39度になっていました。もうなかなかね、本当最近ではね、植物をね、こうやって観察をする時間っていうのも、まあ夕方以降、もう本当に18時とか19時とかにならないと、もうね、暑くて外に5分ともいられないので、なかなかね、ゆったりとした育てられないんですけど、まあ最近ではね、こういった感じで、ね、ちょっと、まあね、お外に出て帽子をかぶって、ね、日々観察をしながら過ごしているわけなんですけど、まあ最近ね、まあ話題をちょっと変わりますが、まあね、僕もね、この植物を育て始めてから、結構ね、4年目になりました。でね、本当に4年前と今とではだいぶ大きく違いました。まあというのも、まあやはりね、まあ世の中的に、まあ世界情勢的にね、やっぱコロナでね、いろいろと、世界がいろいろと変わりましたが、まあね、僕がね、植物を好きになってきたその当初っていうのも本当にコロナになった年で、まだその時っていうのは、園芸屋さんとか、まあホームセンターも含め、まだまだね、やっぱり植物を育てている方はちょっとやっぱマニアックな方が多いと言いますか、まだまだそんなね、一般の方に馴染みのない、世界だったので、結構ね、園芸屋さんとかね、地方の園芸屋さんとか行くと、まあ、そのね、お店の特徴的なものがね、植物が置いてあったりとかして、結構ね、いろいろと楽しかったです。今はね、比較的もう本当に植物っていうのもいろいろとね、育てる方とかも多くなったので、まあ、一般的にみんなが喜ぶような植物を置かれているとか、4年前まではね、例えばサボテンであったりすると、もうね、もう4000、5000とか、もう1万とかしてたものが、今ではね、普通に1000円以内で買えてたりとか、もう下手したら今では100円ショップでね、サボテン買える時代っていうぐらい、本当にね、どん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 とこの4年でね、時代が変わってきたっていうのもありまして、まあ、ちょっと個人的にね、寂しいなと思っているのが、やはりね、
先ほどの言ったそのね、コロナの前とかそのまだね植物ブームが来る前までは園芸屋さんとかに行くと本当にねそこの店長さんのまあ趣味嗜好といいますか、まあ、そういったね店長さんの好きな植物とかちょっとマニアックなものとか置いてあったりして、ちょっとねその園芸屋さん行く楽しみっていうのもそこにあったんですよね。ここの、ね、植物園芸屋さんに行くと、まあ、こういった楽しみがあるなとか、あ、また自分の知らない植物が置いてあるなとかね。まあなんですけどね、やっぱ最近ではね、やっぱりそういった、まあ男性で言うとアガベとか、まあ女性で言うとね、昔から多肉植物エケベリアとかですけど、まあそういったところのね、植物とかっていうのがすごくね、比較的に、園芸屋さんとかでもね、手軽に購入ができるようになって、店頭で置いてあるものもね、そういったものがね、多くなりましたよね。まあね、それもね、一つね、やっぱり植物をね、育てている身としてはね、やっぱね、ブームがあるっていうのはすごくいいと思いますし、ただやっぱりね、こういったブームが来て、いろいろなね、需要と供給のバランスが変わってくると、置いてある植物っていうのもだんだん変わってきたっていうのもあって、ちょっとね、まあちょっと個性がなくなってきているお店のところも多いのかなっていうのをね、ちょっと感じているので、ちょっと寂しいなっていう感じはしますね。まあでもね、結構最近は本当にイベントとかね、行くと、いろいろなね、もう小学生から、まあね、本当にちっちゃいお子さんがそうやって植物をね、手にしているのもよく見かけるようになりましたし、本当にこのね、コロナになってから、植物をね、育て始める方っていうのは本当に多くなりましたよね。まあ僕自身もね、こうやってね、YouTube を通して、植物チャンネルっていうのをね、やらせてもらってますけど、まあ本当にね、こういった YouTube も植物チャンネルも増えて、本当にね、プロの方からアマの方までいろいろな方も増えてね、まあ僕自身は本当にね、マイペースっていうのを念頭に置いてるので、まあ自分の気が向くまま、自分のね、やりたいように、まあちょっと成長記録も兼ねて、ね、ちょっとこの YouTube をね、投稿してるんですけど、まあ、これからもね、まあね、アロエ専門店、アロエリットというね、イベント出店をね、主としているこのね、お店をね、立ち上げたので、まあ、これからもね、今、ちょうどね、成長期であってね、しっかりと、育成をしているところなんですけど、また秋にね、いろいろなね、タイミングとかきっかけがあればイベント出店していきたいと思っています。まあなのでね、またそちらの方で、またね、初めましての方もお会いできれば嬉しいですし、ね、今育てているアロエとかもね、また皆さんの手に届くようにこれからもね、頑張っていきたいと思っています。はい。まあ、こういった感じでね、この、ユリクスレディオっていうのはね、これからもね、ちょっとゆったりと、のんびりと、僕のね、マイペースな感じで、ちょっとね、植物トークをしたりとか、また違った話もしながら、進めていきたいのでね、ぜひまだチャンネル登録をしていない方は、チャンネル登録して、ぜひね、これからも、ユリクスレディオを楽しみにお待ちください。はい。それではね、今日もね、この、ユリクスレディオ良かったなと思った方は、高評価の方よろしくお願いします。そしてね、SNS もやってるので、ぜひチェックをお願いいたします。それではね、またお会いしましょう。